んにちは、柴田です。今回はヤマハのレブスターをレビューいたします。一時期話題になっていたヤマハのレブスター RS420 ですね。これは一番下位のランクになるのかな。正直なところね、あんまり興味はなかったんですけれども、ここ最近ね、千葉管楽器で結構ね動きがあると、立て続けに 2,3 本ねポンポンポンと売れましたよという話で、ではではご機嫌伺ってみようかなというところでお借りしてきた次第でございます。シェイプ的にはまあヤマハの SG だったりとか、まあ、ギブソンの SG みたいな形ですね。ダブルカットウェイになっております。まあシンプルな感じですよ。ボリュームとトーンで、ボディはねフラットな感じで、マホガニーにメイプルのトップ、まあ、ちょっとね調べてみたんですけれども、ピックアップはねなんかね50個ぐらいいろいろと試作品を使った中から選ばれたということで、まあ、その辺はねかなり優秀なんじゃないかなと思います。まあボディバランスもね非常にいいのでね、座っても立っても弾きやすい感じですかね。まあ、ただねネックの塗装がね結構厚いなっていうのがちょっと最初に気になったところです。で製造はですねインドネシアですね。まあ全然ねそこはね気にならない。バリとかもね非常に綺麗になっております。作りはね綺麗ですよ。で気になるペグなんですけれども、めちゃめちゃ優秀。これはねほんとすごい。まあさすがヤマハなんですけれども、いろいろこだわりがございまして、今回はねタップじゃなくてドライスイッチっていうのがついてるみたいで、ここにねスイッチがついてるんですけれども、ローをカットするスイッチみたいになってて、タップではないんですよね。まあそれも気になるところでございます。まだね音鳴らしてないんで。あとはね、まあ、セットネックにネックはまあ浅めな C ですかね。でミディアムジャンボのフレット、これはね非常に綺麗です。さすがヤマハだなというふうな感じですね。生音、なんか落ち着いたというか、まあバランスはいいですよね。カラッとしてる感じ、ズドンというローが出るような感じではないですよね。シャープな印象ですかね。ではクリーンからいきます。意外とズブと、非常にいい感じですね。ちょっとタップというか、これ何でしたっけ、ドライスイッチいってみましょうかね。通常これリアです。タップほどは弱くならないから、割とじゃなく自然な感じで落ちてくれるっていう、本当ローだけ落ちてる感じですね。スイッチもね使いやすそうな感じがしますね。
うん、ドライスイッチオンにしてミックスでいきましょう。さっぱりめな感じなんだけど、でもローがね全然出ないわけじゃないから、これ歪ませても結構いいと思いますよ。シピカにしろね、このレブスターにしろ、まあ、ジャンル幅広くいろんな人が使えるっていうところでしょうか。なんかね、生産が終了されてるっていう噂もあるので、ちょっと気になる方はね、急ぎ目でチェックした方が良いかもしれないです。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。